俳優ウドファン、ケンが今日入隊する。俳優ウドファンとケンは6日、イベントなしで非公開に入所して現役で服務する予定だ。俳優ウドファンは先月24日、所属事務所と自分の SNS を通じて直接入隊ニュースを伝えた。ウドファンは自筆の手紙を介して突然のニュースにたくさん驚いたでしょうが、ファンの皆さんに直接、まず申し上げたいと手紙を書いたと述べ、7月6日に現役で入隊することになったと報じた。続いてウドファンは直接会って、挨拶できなくて申し訳ない気持ちだ。皆さんが送ってくださった多くの愛で毎作品幸せだった。私の20代を見守ってくださって愛してくれて感謝する。おかげでとても幸せな20代を過ごすことができたと述べ、多くの困難な時期に健康で幸せでいてほしい。私も元気いってきて、いい姿で挨拶する。どんな言葉でも表現できないほど愛して感謝していると挨拶を伝えた。ウドファン入隊は非公開で進行される予定だ。新型コロナウイルス感染症のために安全と健康上の理由から、別のファン挨拶や記者会見などはない。代わりにウドファンはいつか、自身の SNS に行ってきます。陛下という文と一緒に短く切ったヘアスタイルを公開し挨拶を伝えた。ドラマザ・キングを通じて呼吸を合わせた俳優イミンホと一緒で、イミンホは天下一になれるようにと応援した。ビックス・ケンも手書きの手紙でファンに直接入隊ニュースを伝えた。ケンも安全上の理由から、入隊場所と時間は非公開で進行する予定。ケンは公式ファンカフェを通じて僕は軍楽隊を志願し、合格して7月6日、国防の義務を果たすために行くことになった。活動しながら頑張った、その瞬間を考えながら、常に力出して一生懸命軍服務してくるから元気に過ごして幸せに過ごしていて。本当にありがとう。これからも感謝し、愛しています。これからも愛していると、ファンにあらかじめ挨拶した。入隊のニュースを伝えたウドファンとビックスケンファンの応援が続いている。